ハフトスイーンノールーズはイラン歴の元日。地域によってはナウルーズ、ナイルーズ、ネブルーズなどとも言う。ペルシア語でノーは新しいルーズは日を意味する。太陽が春分点を通過する春分の日にあたり、ノージ歴上重要であることからイランを中心に中央アジア、アゼルバイジャンからアフリカまでに及ぶ広い地域で祝われる祭日である。 国際連合総会は2010年2月23日にこの日をノールーズ国際デーとして正式に承認した。イランで祝われるノールーズ2021年、ノールーズ2015年フェルドスイノーの書ではイランの古代の王ジャムシードによって作られたとされている。ノールーズの習慣はゾロアスター教の新年の祝祭に由来すると言われ、古代のサーサーン朝時代にすでに大々的に 祝われていた。サーサン朝時代には春分に祝われるノールーズと、秋分に祝われるミフラガーンのそれぞれあったが、ミフラガーンは、ミフル神を祝う祭日で、新年はこのノールーズかミフラガーンの日に定められていた。ノールーズの習慣は、アケメネス朝の時代よりもずっと昔から祝われてきたと、されている。書籍、ペルシャ湾の名称に関する資料、イニシエの永遠の遺産によると、ノールーズは、 古代イランにその起源があり、2500年以上にわたる歴史の中でこの儀礼が継続的に行われてきた記録が残っている。太古の昔からペルシャ文化圏の人々は太陽の回転に関連する祝祭を催し、特に昼と夜の長さが等しくなる日と昼と夜がそれぞれ最も長くなる日を祝ってきた。昼と夜の長さが等しくなる日は年に2回発生し、 まず春分の日が3月21日、または20日にあたり、秋分の日が9月23日にあたる。毎年3月21日、または20日は、イランの新年、ノールーズである。ノールーズは、イランとアフガニスタン、およびタジキスタン、ロシア、キルギスタン、カザフスタン、シリア、イラク、ジョージア、アゼルバイジャン共和国、アルバニア、中国、トルコ、トルクメニスタン、 インド、パキスタン、そして、ウズベキスタンなどの国々で、新年の始まりとして祝されている。この祝祭は、ジャームという神話の王によるものである。2009年9月30日、ユネスコは、ノールーズを、国際ノールーズの日という正式な名称で、無形文化遺産に登録した。その後、国連総会は、そのカレンダーに、イランにルーツを持つノールーズを記載した。 2010年2月23日に国連総会で承認された文書には3月21日のノールーズは3000年以上前のイランに由来し今日3億人以上の人々に祝されているとの説明がある国連加盟国は1391年のノールーズをイランが主催する国連とユネスコの公の場で初めて祝い反気分国連事務総長もこの祝典にメッセージを 送っている。イランでは国家祭日とされている。イランにおける正月、ノールーズは年末の水曜日に行われるチャハールシャンベスリーに始まり、スイーズダベダルと呼ばれる新年の13日目に集落の郊外にある山屋に出かけて行われる終日で終わる。他にもノールーズ前後の年末年始には何千年、前の週間とみられる春の訪れを祝う儀礼が行われる。 ノールーズの当日には、親類や友人の家を訪問して、新年を祝賀する。イランのノールーズは、例年は、グレゴリオ歴の3月21日に当たるが、西暦2004年は、順年で、グレゴリオ歴の2月が1日増えたため3月20日であった。チャハールシャンベスーリーでは、人々は、年末最後の水曜日の日没に火を燃やし、特別な儀礼を催す。火は、 古代からイラン人にとって神聖であるとともに神の象徴と考えられてきた。神聖な火を用いて新年に移り変わる前に急年の醜いものや穢れたものを燃やし自分に関わる不幸を生産しなければならないと人々は信じている。火を燃やすことで不幸や不運、不常を取り除き新年の幸運や健康を願う無病息災の儀礼である。もとは ハマス・パスマエーダヤというゾロアスター教の祝祭に由来していると考えられている。また、チャハール・シャンベ・スー・リーが水曜日に行われる理由として、その内容がチャール・シャンベ・スー・リーとよく似ている、ホラーサーンの人々が信じているモフタールの反乱を挙げることができる。ホラーサーンの人々に伝わるモフタールの反乱とは、ヒジュラ歴66年アラブ人軍司令官であるモフタールが 監獄から解放された後、カルバラーの殉教者の復讐をするために起こした反乱である。この反乱を起こすにあたりモフタールは自分の仲間であるシーア派と敵とを区別してきだけを攻撃するために自宅の屋根に火を灯すようにとシーア派信徒に命じた。この夜が年末最後の水曜日であったために、後にイラン人が火をつける儀礼つまりチャハールシャンベスウリーを 年末最後の水曜日に行うことになったということで、ある。全国的に行われているチャハールシャンベスリーの中心となる儀礼は、家の前か、みんな集まる場所で火を焚いてその上を飛び越えることである。芝を束にし、間隔をあけ、1.37束を、路地の中央あるいは中庭に置き、それを火にともし、人々は、私たちの黄色は、あなたのものあなたの赤色は、 私たちの物悲しみは去り喜びがやって来い不幸は、去り幸運がやって来いというまじないの言葉を唱えながら、火の上を飛び越える。家族が一通り飛び終えると、火は燃え尽きるまで放置しておくか、あるいは水をかけて消される。それは燃えている火を息を吹きかけて消すことは不吉であると、信じられているからである。火が灰になると、家族の一人がその灰を集め、水に流すかへの外に散らす。 これは、灰に込められた災難、不幸が水あるいは風に乗って、家や家族から遠ざかると信じられているからである。また、屋根から壺を地面に投げつけて割ることで、災難、不幸を撃退する儀礼も行われる。災難、儀礼が詰められた壺を壊すことで、それらが撃退されると、人々は信じている。ホラ山地方でも火を燃やした後同様に壺を割る、儀礼が行われているが、 そこではまず壺の中に灰と塩とダハシャヒーの貨幣を入れ、家族一人数とが頭上で一周壺を回し、最後の人が屋根に運び、そこから路地の中央に向けて投げる。壺を投げるときには、これで不幸や凶顔や貧困を自宅から遠ざけたと言いながら投げる。人々は壺を遠くへ投げれば投げるほど、不幸や災難が家や家族から遠ざかると信じている。 蒸気のような一連の儀礼が終わると、家族が集まって、乾燥果物やお菓子を食べる。この年末最後の水曜日の夜に、塩気けのない乾燥果物を食べることは、幸運をもたらすと信じられている。この他にも男女が参加する、一般的な儀礼の他に、女性によって模様され、女性にのみ参加を許された特別な儀礼がある。高橋は、以下の5つの儀礼を挙げている。 一種に情をかけ、四つ辻に座ることによる、海運に娘を燃え差しで追いかけることによる、海運三市場の四つ辻にあるキブラの方向を向いた、薬草屋を騙し、薬草屋から無駄なものを買うことによる、海運四モスクのミナレットの下に座り、チャードルの端に情を締めることによる海運川は舐めし、工場のくぼみでくるみを割り、ろうそくを灯すことによる、海運のオールーズで祝われるハフと水イの、 ジナイラン独自の習俗としては、ハフとスイーンがあり、頭文字が、スインシインで始まる7つのものを集めて祝われる。代表的なものとしては、健康、美しさ、実りを象徴するリンゴ、人生における喜びの象徴であり、健康を保つための薬ニンニクと、スーマックのみ、忍耐の象徴であるス、愛情や生の象徴である、柳場組、再生や喜び、 自然と人間の生活の結びつきを示している、青草と植物の生育と実りの象徴である甘い、プディングの様ぬうである。また、これらに加えて、創造の象徴である卵、統一や明るさの象徴である鏡、人生における清らかさ、恩恵の象徴である水、イランで最後のスファンドガツを示す、活力や人生の象徴である金魚、そして、商売の繁盛や、 投資の象徴である効果、明るさや熱、光の象徴であるろうそく、杉の木の枝や、水仙の花もハフトスイーンも飾られる。また、砂糖菓子やクルアーンも飾る。ノールーズの最終日にあたる13日目には、家の中の悪いものを追い出すために、家族全員が、戸外に出て、ピクニックなどを楽しむ習慣がある。これは、自然の日として、国民の祭日となっている。 この日は人々は好んでアーシュというスープやキャバーブを食べる。サマヌー中央アジアではノールーズは広く祝われソビエト連邦から独立した中央アジア5カ国ではいずれも国家の祝日としている。カザフスタンの人々はソ連からの独立後自らの長年の伝統を復活させるためにノールーズに対して積極的である。彼らは3月22日を 新年の初日とし、この日をカザフスタン全体が高級日とし、祝祭が行っている。この日に雨や雪が降れば、人々はそれを幸運の印と受け取り、良い一年が訪れると考える。彼らにとってノールーズに降る雪は幸運をもたらしてくれるものである。ノールーズに向けて家を掃除する。人々は新しい年を良い状態で始めるならば、 その終わりも悪いものとはならないだろうと考えているからである。ノールーズになると人々は新しい白い服を着、特別な料理を作り、若者たちは互いに贈り物を贈り合う。カザフスタンの人々はこの日に互いを訪ね、お祝いの言葉を述べ、互いの健康と長寿を願う。トルクメニスタンもソ連からの独立後、ノールーズを国の祝祭として正式に承認した。ノールーズでは、 サマヌーと呼ばれるバクガの甘いお菓子を作ったり、お互いの家を訪問し合う、乗馬やレスリングなどの遊びも行われている。キルギスでは3月21日がノールーズで高級日となっており、多くの町で祝祭が行われる。大きな都市では広場のそばに市が立ち、小さな町や村では広場の傍らで一部の伝統的な食事が無料で配られる。タジキスタンでノールーズは、 勝利、構成、新たな生活の開始を意味し、夜と昼の長さが一緒になる日、自然が芽吹く日として、春の始まりを祝う。タジキスタンでのノールーズの準備は、新年の数週間前から始まる。人々は、家だけでなく、地域も清掃し、新しい服を着、ノールーズの到来と共に心を新たにし、互いを訪問し合う。タジキスタン人もイラン人と同じようにノールーズになると、 ハフトスイーンと呼ばれる正月飾りを用意し、年長者は年少者に贈り物を準備し、若者たちの傍らでコーランを読み、祈祷することで新年を迎える。ノールーズが訪れると客人たちのために食事が用意される。ノールーズの期間中にはレスリングやポロといった競技が盛んに行われる。アゼルバイジャンではノールーズは豊作の祝祭であり、健康と恩恵。 豊かさの始まりと言われている。アゼルバイジャンでは、新年の数日前から、様々な儀式が行われる。アゼルバイジャンでのノールーズの儀式として、例えば、恩恵の象徴である麦の芽の栽培、菓子作り、家の大掃除、公共の場所の電食設置、友人や知人の訪問といったことである。アフガニスタンの様々な都市や村では、男女共に、 独自の祝祭を行うことでノールーズを迎える。この日を祝うために新しい服を着てお菓子や料理を作り自然のある郊外に向かう。レスリングや歌などの娯楽、その他の地元に古くからある慣習もノールーズに行われる。パキスタンではハイバルパフトゥンハー州など北部の人々の多くがノールーズを祝う。この地域の人々は街を 色のついた旗と明かりで飾って、新年を迎え、詩を読む集会などを開いている。パキスタンでは、ノールーズは世界を明るくする祝祭と呼ばれている。つまり新しい日が到来し、世界全てを、その到来によって、明るく照らすと考えられているのである。この日には、ノールーズの正月飾りが飾られ、一番いい服を着て、新年の変わり目に祈祷を行い、コーランを読む。 また親戚を訪ね、年長者が子供たちにお年玉を与える。トルコでは、クルド人の祭日として知られ、国民融和のための休日とされているが、同時に、クルドの民族運動が一年で最も盛り上がる日でも、ある。ノールーズは、オスマン朝時代、特に宮廷の人々や、大衆の間で特別な地位を有していた。トルコの一部の人々は、 ノールーズを宗教的な理由で祝っている。ノールーズには、ローソクコーラン、鏡、金魚、りんご、小麦粉、米、色付きの卵を飾り、友人たちや親戚の家を訪れる。ありがとうございます。